アクアー ARX-01A アクアー ARX-01B アキュラ ARX-01 はアメリカンルマンシリーズの LMP2 クラスへの参戦のために開発されたスポーツプロトタイプカー。ホンダとしては初のスポーツプロトタイプ車 C である。クラージュコンペティションが製作したクラージュ LC75 ベースに大幅に改良し独自のものとした。 ホンダ技研工業のスポーツプレミアムブランドである、アキュラのイメージ工場と、北米におけるレース活動をサポートしている、ホンダパフォーマンスディベロップメントの事業拡大を目的として、2007年よりアムズの LMP2 クラスに投入された車両である。同ブランドでのレース参戦は1991から93年の、アキュラスパイス SE90CL でのイムスサ。 GTP ライトクラスへの参戦以来、実に14年ぶりである。エンジンは、HPD が独自に開発した V83.4 リットルなエンジンを搭載している。もともとは、インディレーシングリーグ用に開発したものであったが、R がホンダのワンメイクとなったため、次なる戦いの場を求め、スポーツカー用に転用した。車体は、フランスのクラージュコンペティションが製作した。 LMP2 車両である、クラージュ LC75 ベースに、モノコックとギアボックス以外を大幅に改良されている。開発は、HPD とイギリスのワースリサーチとが共同で行った。デビューシーズンである2007年に投入された、アキュラエア、ER、ル X-01A は、アンドレッティグリーンレーシングとハイクロフトレーシングが、使用している。開幕戦セブリング12時間では、 アンドレッティグリーンレーシングが LMP2 クラスでデビューインを飾り、第3戦では LMP1 のアウディアルジュール 10TD ィィを抑えてポールポジションを獲得している。2008年シーズンは ARX-01A をベースに改良されたアキュラ ARX-01B で前年の2チームにローズフェルナンデスレーシングとドフェランモータースポーツを 加えた4チーム体制での参戦となった。ハイクロフトレーシングが第3戦で LMP2 クラス優勝を飾り、第5戦で2年目にして、アキュラに初のアムズ優勝をもたらした。第9戦ではアンドレッティグリーンレーシングが初の総合優勝を飾り、アキュラ勢が1から2から3で表彰台の独占を果たした。2009年シーズンは、 アンドレッティグリーンレーシングが撤退し、ドフェランモータースポーツとハイクロフトレーシングが LMP1 クラスへ移ったため、ローズフェルナンデスレーシングのみが ARX-01B で LMP2 クラスに参戦した。他チームの撤退にも助けられ連勝を続け、第8戦においてドライバーズタイトルを獲得し、第9戦においてエンジン、 写真量部門のマニュファクチャラーズタイトルを獲得した。なお、2009年シーズンをもって、アキュラとしてのワークスレース活動を終了した。2010年シーズンは、HPD 名義での活動になり、アムズのみならず、LMS シリーズ及び、ルマン24時間レースへ参戦するチームへも、ARX-01B を完了した、アキュラ ARX-01C を供給した。 供給先は、アムズに参戦したハイクロフトレーシングと、ルマン24時間と LMS シリーズに参戦したストラッカレーシングの2チームであった。ハイクロフトレーシングは、アムズにて、ドライバー、マニファクチャラー、エンジン部門で総合優勝を果たし、ストラッカレーシングは、ルマン24時間レースにて、LMP2 クラス優勝を果たした。2011年シーズンは、 前年の ARX-01C を LMP1 レギュレーションに適合させたアキュラ a r x 0 1 e をハイクロフトレーシングへ供給 ARX-01C に市販車用 V6 を2.8リットルツインターボに改造したエンジンを搭載して LMP2 レギュレーションに適合させたアキュラ a ARX-01D を 前年から ARX-01、ヨ HPD 製エンジンを使用している、ストラッカレーシングと RMLAD チームへ供給し、ルマン24時間レース及び、LMS、アムズへと参戦。ハイクロフトレーシングは、初戦セブリング12時間レースで、総合2位でフィニッシュした。しかしハイクロフトは、次戦ロングビーチに登場せず、5月16日、 ホンダとのパートナーシップの終了を発表した。HPD の LMP2 クラスの新 V6、ツインターボエンジンを搭載した ARX-0HD は、ルマンシリーズでストラッカーレーシングがランキング2位、RML が9位だった。ルマン24時間レースでは、RML が LMP2 クラス4位、ストラッカーはリタイアだった。レベル5モータースポーツは、アメリカンルマンシリーズで、 HPDARX-01g を使用することを発表。ラグナセカ6時間、プチルマンで LMP にクラス優勝した。ありがとうございます。